おかんとのちょっと忘れられへん記憶があって、あれ妹生まれてすぐぐらいかな、俺小学1年とかの時やったと思うんですけど、あの吉本新喜劇のあの吉本新喜劇の石田靖さんの芸で、あのメダカ師匠の背丈を足でこうくぐるみたいな芸やってたんですよ。で僕それ真似して座ってるおかんの後ろでこうまたくぐらせてやってたんですけども、あの一個失敗してかかと落とししちゃったんですよ、後頭部にガンって。あん時おかん痛みで泣いて、でなんかもう子供心になんかあるじゃないですか、その子供の時って大人って泣けへんもんやと勝手に思ってたから、あ痛かったらやっぱ泣くんやっていうので、すごい衝撃を受けたというか、やっちゃったなって思って、なんかそっからおかんにはなんか恩返ししてなあかんなと思って、おかんからもらったものはすごい大事にするし、自分の体もそうですけども、もらったもんなんで大事にしていこうかなって思っております。